どうも、ヤクモクマチです。幻想郷ディフェンダーズ、続きの方を始めていきましょう。こちらですね。ちょっと待ってくださいね。十字キーじゃ動かないんで忘れてた。こちらですね、3章ですかね、一応。迷惑矯正、半人半霊の場合と、知っている人は知っている。半人半霊といえばコンパク読むしかいないんでね。目をつけられたのはお使い中の半人半霊と、矯正による天災が今夜の食材に襲いかかるということで。では、こちらに行ってみましょう。説明 UFO について、青が通常、赤がスペル1、緑かなが、緑、赤かなあれ。青、赤、緑。で、無色かなラストワード強化は。で、レベルが1上がるごとにダメージや効果時間、あれ、効果時間がだよね。俺、缶にしか見えないんだけど、点々ついてるかな、あれ。多分、ミスかな効果時間が10から20上昇すると。ステージのヒント、操作キャラクターも敵も水に落ちると即死する。吹き飛ばし床で敵を水に落としてしまう。向きに注意だ。あ、何？泳げないの？意外にヨウムってちゃっかりしてるよね、こういうところ。ちょうどいいところに良さげな相手がいたわ。マジで言ってる？バラバラにされるよ、チルノ。半人半霊に勝てば、霊界の半分はあたいより下。あたいの最強のための屍になれ、ちっこいの。霊界はユユコのものであって、あのヨウムが半分持ってるわけじゃないんだけどね。忙しい忙しい。見て見ぬふり。駒使い怒られんぞ、ヨウム。叱られ。なら帰り道の間インタビューならどうでしょう。口を動かすだけですよ。あやさんすかさず出てきたな。上司に対する愚痴コラム。それ新聞にされたらヨウムお仕置きじゃ済まないんじゃね。記事にしませんか。取材料も考えますよ。匿名大丈夫それ。あの、冥界って書いた時点でバレッバレだけど。なしで。どうしますか？ああ、うん、そうだね。買い食いもしてたね、さっき。まあ、チルノはおバカだし、めんどくさいっていう扱いが多いからな。ヤムさん、弁当ごっこの記事も書いてるので、あ、そうだ、これ戦争ごっこだったね。このチルノさんとやってくれたら、それで忘れてあげますよ。結局取材はされると。の粘着取材、おどましね。お、というわけで。に相手してさっさと退散したい。適当で勝てますかね。新たなトラップが追加された。トラップの配置モードに切り替えよう。これだね。これ。操作キャラクターも敵も水に落ちると即死する。吹き飛ばし床で敵を水に落としてしまう。向きに注意だ。あ、なんか敵遠くね。どれだっけ。高速移動は L1 か。こうか。これ何？これ何これ。このなんか段差になってるけど、水か。これ左側、これ水だね。キラキラしてるね。この辺で言うと左に落とすべきなのか。でも2マスしか飛ばないんだよね、これ。多分ここで真ん中に配置すると多分落ちないんだよね、これ。あれ、でも逆にこっちはあれだよね。こっちは、どうしようか。悩むな。あ、ここいいね。ここちょっとくぼんでるから、ここにつけようか。ここいいね、ここ。ここちょっと、スペース減ってて美味しそう。じゃあここに、
いくらこれ？あ、300円か。意外に安いな。あ、これトラップウカだったの。あ、ごめん、全くマーク見てなかった。じゃあここに1個、あれでも逆にここに1個置いてたら基本まっすぐ進んでくるよね、敵って。連続でここ置いとく必要ないよね、多分。こことここと、あ、ここ、こことここに置く必要ないよね。ここで飛ぶんだから。あ、でも連続で敵来たらここ置いた方がいいのか？いや、段違いにしようかな。こうやってここに置いて、これの後に、越えてきた敵を落とすのにここかな。んで、あとは、竹槍、竹林じゃない物見櫓をここか。あ、いいね、物見櫓ここに。いくらある？ 2000 か。物見櫓を、この際だから3台置いちゃおうか。んで、ここだね。竹槍をこことここに置いて、これで行こう。ちなみにこれ、俺、向こうの左の奥から敵が出ること想定で動いてます。もしこれ敵が出る位置変わったら、俺知らないです。これを一回押し、よし、こうだね。これで、待ってね、俺、ちょっと、時間空いちゃったからさ、と動画撮るのに。こうだね、R1 だね。R1 と、方向キーでスペルだね。OK。で、下がラストワードだね。よし。じゃあ、戦闘開始。第1ウェーブ、カモン。これ自分も飛ぶんだよね、多分。飛ぶの？落ちれるの？あ、落ちれそう。注意して動こうかな。さあ、一応フローズン冷凍法でこの辺ちょっと迎撃用意しようかな。はい、フローズン冷凍法で迎撃用意しながら。さあ、いい感じですよ。おっとおっと、これでもあれだね。あ、俺また今敵の弾幕見てなかった。あ、いや、でも引っかかってるね、敵。それ下のやつ引っかかるかな。あ、青で欲しいかな。通常攻撃の威力上げたいわ。で、その後赤が欲しいかな。さあ、敵が来るまでちょっと暇ですね。陣取った位置が遠すぎたか。来ましたね。さあ。おー、いいっすね。いいっすね。強いっすね。あ、待って。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。通られてた。下側が1台少ないから、それ通られたのかな、今。俺ちょっと見てなかったんだけど。多分そんな感じだよね。ここに気を置いて。あとどうしようかな。やっぱ上側を通ってくる敵が多いんだよね。この辺を。だから、あえて、ここ使おうか。ここに2台置いて、で、さらに、敵の数減らしたいから、俺が受ける分を。ここに1台、
1台でいいかな。まあ1台でいいか。ほんで、ヤグラか。ヤグラ、それとももうここを一気に竹槍で埋めとく。いや、とりあえず通ってきた敵が、あ、でもここに置いて何もなかったら嫌だしな。絶対通ってくる場所でということで、ここに一個とで吹っ飛ばし床もう一個置こうか。これこっち向きに、こうだね、こうしよう。んで、さらに、竹槍、竹槍、竹槍？いや、念のために、ここかな？こんな感じでどうでしょう？これでいこうか。よし。あ、トラップ売却ある。これでトラップ上に乗ったら売却できるんだ。これも売却できるの？あ、これ売却できるんだ。あ、勝手にマップに設置されてって売却できちゃうんだ。うん、まあ別にいいか、あれは。こっちで。よし。じゃあまあ、スタート。ずっと押してるのめんどくさいな。待ってようか。さあ。一応ここの裏にいると弾飛んできてもダメージ入んないんだよね、俺に。ここでちょっと様子見しようかな。一応フローズン冷凍砲の用意だけして、いい感じかな。あれ、物見やぐらのとこって通るんだっけ。完全に通ったね、今。危ね。よし、OKOKOK。赤になってくれ、赤。え、これ赤か？青。これかな？ OK。まあ、冷凍砲優先でいこうかな。この布陣だと多分冷凍砲の方が強いんだよね、実際。多分また通ったね。こいつ意外に移動速度速いのかな？通ってるけど、さっきから、たまに。よし、OKOK。あ、結構普通に勝てそうですね、このペースなら。多分これで飛んだ敵が、さっきから下でちょっにいて、トロトロして邪魔なんだよね。だから、ここに、一個置いて、あ、違う、よいしょ。なんかそんなでもないからな、敵。まあ別にでも、お金残す必要性が全くないから、あ、間違えた。まあお金あるからもうこうしようか。こうして、これとこれ置いて、でいいかな。
うん、多分これでなんとかなるでしょう。はい、佐藤。みんな凍らせてやるのさ。結構やばいかなっていう場面もちょこちょこあるけど、まあなんとかなってるし。まああんだけ下側あれば、さすがに下抜けられないでしょう。これで下抜けられたら考えもんだな。次回からちょっとこの吹き飛ばし床の、性能を考える必要が出てくる。これ俺が乗っても飛んじゃうのかがすんごい気になるんだよね。それちょっと試したいな。暇があるならちょっと試したいんだけど。こうしてさ、ここ置いてさ、あ、俺飛ばないんだね。これ何？これやってる時って、あ、動いてるね。敵が遅いだけか。待って。殴れないのタイミングをいいことに、うろうろしないでいただけますかね。そういうの困りますわ。リレーかかってはいるけど、基本連射できるね、これ。さあ、もうちょいかな。カモンカモン。まだやっぱりぬるいかな。これぐらいだったら。多分もっと難しいマップあったはずだから、俺がちょろって見に行った動画で。難しいのか、はたまた、その生動画投稿主が苦手だったのか、こういう系が。あぶね、あのでかい妖精はパンチしてくんだな。ああ、やっぱ下は余裕だね。下側逆に5枚もいらなかったな、あれ。はいっと。あれ、意外に俺当てられてるな。惜しかった。勝った勝った。満足した。それじゃあ私はこれで。これ聞いてると、ヨウムさんは手加減してくれたのかな？戦争ごっこだからかな。おい、勝った勝った。点数は22,000点。高いのか低いのか。トラップ花畑優香さんかな。迷惑妖精、普通の魔法使いの場合、目についたのは魔法の森の普通の魔法使い。氷戦による天才が貴重なキノコに襲いかかる。相手はマリサですね。花畑って言うとどれだろう。左、一番左かな。これトラップのあれとかなんか設定できなかったりしないの。もうちょっと、もうちょい後々なのかな。行ってみましょう。ステージクリアとポイントあるある。ステージをクリアすると最大、3のポイントを取得できる。魔法陣の体力が多いほど多くのポイントを取得できる。ポイントは操作キャラクターやトラップの強化に使用できる。現在選択しているキャラクターでポイントを習得した。現在選択しているキャラクターではポイントを習得していない。どのキャラクターでもポイントを習得していない。ポイントを得られる可能性がある。これはどういうことだろう。後々キャラを変えられて、で、そのキャラで3、星3を取ってるかどうかの問題かな。あ、何？じゃあ全キャラで星3取れるようになってるの？このゲーム。あ、完全クリア的な遊びしようと思うと、すんごい時間かかるゲームだね。何回でも遊べるとみたいな。
ステージのヒント、トラップ、スペルを組み合わせると強くなる。例えば花畑を設置するとモノミヤグラの攻撃がたくさん命中するようになる。カスダメがなくなるってこと？クラゲ、マイタケ、シメジにシイタケ。おお。魔法の実験素材にもなるが、この時期は食用も豊富だぜ。マイタケ、シメジ美味しいよね。俺その辺好きだよ。キクラゲはもう好きは好きかな。なんか麺類に入ってたりするしたりするよね。シイタケは普通に好きです。焼いて食べると美味しいよね。どれ？もう少し取ってレームに適当に作らせて。適当に。やっと見つけた。作れよみたいな。あ、本当にいましたね。いや、見つかってよかった。見つかってよかった。これで白霊神社とかに出向いてたら、一日中森を連れ回されるところでしたよ。よかったね、アヤ。何やってんだ、天狗。え、チルの密着取材です。残暑厳しい日も確かにあるが、そいつに付き添うと結局汗と泥まみれになるぞ。まあそれは確かにそうだね。秘書目的でチルノさんと一緒になんていませんよ。キチです。転送国家の秘書目的でチルノ使おうと思うやつなんてお前とレームぐらいだよ。戦争ごっこ、お前が参加とか珍しいな。お、ほら無視するな。天狗じゃなくてアタイと勝負するの。そう、チルノだよ。だよ。アヤは見てるだけです。はいはい。ついでにお前ともやってよ。ついでじゃない。天狗の方がおまけ。さあ今すぐ勝負しなさいよ。さあ勝負勝負。やめろおいバカ。凍らせたらキノコの風味がなくなるだろうが。そんなもんですかね。ん？意外に悪知恵が働いたな。はいはい。終わったらキノコ自治は返してもらうぜ。キノコ自治。そう、でもさっきヨウムが相手だったけど、ヨウム自体は出てこなかったね。どっかすっ飛んでたのかな。ここは水ないから床を見ても仕方ないんだよね多分。あ、ちょっと待って、遠いな敵。待って待って、敵の位置遠いわ。もっとこっちだ。敵出現ポイントここだね。え、じゃあだったらさっきみたいになるのあれだし、ここで迎撃しようかな。トラップ場を通過する敵の速度、あ、敵、え、トラップ場を通過する敵の速度を下げる。難しいな、言ってることが。これちなみに、え、竹槍の、間違えた。間違えた。竹槍の上に置けたりするのかな。まあ、とりあえず、まあ、物見やぐらは、設置して、設置する。で、あ、まあ一応試すか。これを待てよ。まあ、ひとまずこれここに置いてみてさ。これの上に置けるの？あ、さすがにこれは置けないんだ。こうは。あー、オッケーオッケーオッケー。だから、モノミヤグラと一緒なのね。え、だったらこうセットしてさ。とりあえず、こうしてみる。一旦ね。多分マリサが出てくるにしても今すぐにじゃないと思うから、これでさらに俺はフローズン冷凍法を準備しておくと。どれぐらいかをちょっと確かめたいね。ちょっと待って、よいしょ。ここ通行禁止です。ここ通行禁止っすよ。あー、強いね。悪くないね。ただ敵が多すぎるかな。ちょっと
布陣した位置がちょっと悪かったかな。結構大変だねこれ。あ、オッケー。まあそれじゃあ、まあ俺自身がそんなに戦わなくていいようにするべきなんだよね、本来は。このゲームトラ、あのタワーディフェンス系のゲームって、まあ、だからまあ実際問題こうするのが一番早いよな。これどんどん後ろまで下がっていく感じでいけばいいかな。さあ、青色のやつに打たれないようにするのにちょっと下がりながら打ってくるわ。でもはい、この状況で冷凍砲を打ち続ければ基本負けないね、これ。 OKOKOK、 赤でいいや。で、俺は一旦離れとくと。で、敵いっぱい来たからここで冷凍砲発動したから下がると。まあこんな感じでどうっすかね。抜けそうなやつがいたら、これあれだね、レッドビーム打っとこう。多分でかいやつだ。あれなんか死なねえなと思ったらちょっと硬かった。敵の出現位置変わってないね。だったら、だったらこの状態で、あ、待てよ、どれぐらいなのかが分かんないから、とりあえずこれ一回どけて、でこれ配置する、でこれ配置する、でさらにこれとこれこうやって置く。でどうすかね、これで勝負。でこれで勝負、どうすかね。これいかな、これ通過する敵どれぐらいいるかな。こんだけして通過してくる敵ってどれぐらいいます。もう俺も撃ってるけど、そら基本、あ、一匹通過してきたね。基本ちょっと当たってる敵はみんな死んでるね。若干俺見てなくていいんじゃね。こんな感じでどうよ。この多分この位置多分当たってる気がするんだけど。あ、いいね、撃たれなくて安全で、まあ最悪敵来たらレッドビームでなんとかします。あ、抜けてきたね。あ、いや、レートビームいらねえな。これで十分だ。もう何でもいいや。となると、あ、そういえば使ったことないから使ってみる？これ。パーフェクトフリーズ。おー、すっげえ。待って、なんかでかいのいる。基本多分 MP があるときはスペル乱打した方が強いね、このゲーム。まだディレイかかったままだな。こいつ結構強えな。待って、まあ最前線で防衛張ってたから。やっぱりあたいの勝利。ああ、しかったかった。パーフェクトフリーズ面白かったね。はいはい、あんたの勝ち。満足したら帰ってくれよ
子供を相手にされてる感じだね、戦争ごっこ。仕込むことはないわ。あ、仕込むことないわっつって。最強の値が相手だったのだから、やっぱりいい筋してたよ。いや、それで落ち込んでるわけじゃないと思いますが。キノコ台無しにされたから落ち込んでるんです。落ち込んだ顔してるよ。まあ、メインってはいるでしょうけどね。これ結局こんな感じなのかな、ずっと。はい、ウィン。いやー、楽しいっすね。入社したトラップの強化ができるようになりました。右下のボタンを押すとトラップを強化できますと。はーい。あ、こうだね。あ、これで強化できるんだ。所持ポイント12。あ、強化リセットとかあるんだ。あ、戻っちゃった。失礼。いや、一応ここだけ見ましょうか。あ、迷惑表正。おしゃれでいいのかな、あれ。おしゃれな従者のバイト。目をつけられたのは悪魔の館のメイドさん。表正による天才が真っ赤な屋根の大きなお屋敷の花壇に襲いかかると。強化する？なんかしてみる？リセットできるんだったら。吹き飛ばし床を、あ、あるね、なんか。あ、設置コスト 5% 下がるとかある。選べるんだ。あ、面白いな、これ。射程が 0.5。飛行している敵へのダメージ上昇。たまに命中した敵が吹き飛ぶ。あ、これはいらないかな、吹き飛ぶは。設置コストが 5%。リセット時間が1秒。一定確率で敵がスタン。下がり方が大きくなる。速度の低下が花畑から肌だと。あ、これいいね。これ欲しい。これと、これとさ、射程 0.5 伸びたらさ、射程21伸ばす。そしたら3届くってことだよね、これ2つつければ。設置コストが 5% ってさ、300だから 10% で30でしょ。ってことは30のさらに半分だから 15? あー、まあ悪くねえか。まあそこそこ減ってるな。でもこれ2回押せば10下がるから270で済むってことか。それもなかなか美味しいな。でもこれかな、これあげて、吹き飛ばし床は、あ、距離が伸びるのいいな。この辺距離伸ばしてさ、まあ一応この辺かな、飛行している敵へのダメージ上昇。多分これあれだよね、さっきの青玉とか白玉とかのダメージ上昇でしょ。これと、あとはこれかな、敵がスタンするようになる。これを物見櫓の前に置くことが結構多いから、俺これ置いて、まああのテキスタン状態で物見櫓で倒してもらうと、まあ、こういう方針で頑張ってみようかな。まあとは言っても、今回はここで終わりにさせていただきましょう。次回こちら5章からですね。いやー、やばいな、ちょっとあのかなりハマってるわすんげー面白いもん、このゲーム。ちょっと投稿頻度上げちゃうぐらい面白いかもしれないでは、よかったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、また次回ですね、お会いいたしましょう。あれを言ってないわ。ここまでご覧いただきありがとうございました申し訳ない。ではすいません、お疲れ様でした。またねー。